ヒロヒロ探偵団。ねえ、実は私彼氏できたんだよね。マジで？私も実は彼氏できたの。さすが双子。今までもそうだったよね。同じ人好きになったりとかよくあったよね。今回も同じ人が彼氏だったりして。私はヒロミ、妹のハルミとは一卵性の双子で、見た目も好みもそっくり。まあ性格は多少違うなと思うところはあるんだけど、好きになった人が一緒だったりして妹と一悶着なんてこともあった。じゃあ明後日大学が終わったらお互い彼氏連れてきてダブルデートしようよ。同じ男だったら二人でフルボッコね。お互い同じ時期にできた彼氏だから、ほんの遊び心でお互い彼氏を連れてこようと約束した。そして当日、私の目の前に現れたのは、マジで？マジで？私の目の前にはそっくりな双子の妹のハルミ、そして私の横にいる彼氏のカナタの前にはカナタにそっくりの男性がいた。ちょっと待って、何が起きてるの？よくわかんない、何これ。いやいやいや、なんでカナタがいんの？いやいやいや、お前こそなんでいんの？気づいたら私たちは周囲から注目され、辺りはざわついていた。だって私の彼氏とハルミの彼氏はうり二つで、まるでお互いが鏡を見ているような光景だったんだから。こんな奇跡あるか？ほんとびっくりした。マジでやばい、超運命的じゃん。お互い一卵性の双子同士でカップルになるなんてあるんだね。こんな偶然があっていいのかと思うような奇跡が起きていた。私の彼氏はカナタで、ハルミの彼氏はユータ。カナタとユータは一卵性の双子で、私たちと同い年だった。この日以降、なんだか運命を感じながら私たちは交際を続けた。好きだよ、ハルミ。ちょっと待って。どうしたんだよ？実は私ヒロミなの。さっきハルミがトイレに行った時に入れ替わったんだ。マジか、またやられた。この間の仕返しです。まあこんな風にお互いなりすましドッキリを仕掛けたりするほど私たちは仲良しだった。ヒロミ、君以上の女性はいないよ。誰よりも何よりも大切にする。結婚してくれ。喜んで。そして3年が経過した頃、ついにカナタからプロポーズされた。まるで夢を見てるみたい。あー、ハルミに報告しなくちゃ。ハルミにどう報告しよう、そう考えていた時、ニヤニヤしながら正面からこちらに歩いてくるハルミが見えた。ハルミ、どうしたの？ニヤニヤして気持ち悪いよ。ヒロミだってニヤニヤして気持ち悪かったけど。気持ち悪くていいし、だって私カナタにプロポーズされちゃったんだから。本当？私もユータにプロポーズされてって、それ同じ日はもしかして？そうだよ、同じ日にプロポーズしようって計画してたんだよ。ドッキリ大成功だな。指輪も同じだし、まさに双子って感じだろ。ほんと、あんたたち最高。奇跡の双子カップルから奇跡の双子夫婦になるんだね。楽しみ。私たちはどこまでも双子だった。双子であることに嫌悪する人もいるみたいだけど、私たちは違った。むしろ私たち姉妹もカナタたち兄弟も自分が双子ってことに誇りを持ってる。家族の仲がいいって素晴らしいことだと思うの。少なくともいがみ合って二度と口を聞かないっていう状況よりはいい。だから私たちは双子らしさを徹底的に追求することにした。この日は大安だし土曜日だし、よくない？私もそこいいと思った。でも朝しか会えてないって言われたぞ。どうせなら午後がいいよな。結婚式の日取り、そして結婚式場も同じ。さらには、どっちがどっちかわからないわね。あなたはハルミちゃん？いえ、ヒロミです。着るドレスも同じ。それはカナタ兄弟も同じなんだけど。さて、今ここに立っている二人は誰でしょうか？組み合わせが完全一致した人には漏れなく景品を差し上げます。おかげで結婚式は大盛り上がり。私たちもあの結婚式は本当に楽しかった。そして結婚式が終わってしばらくした頃、ハルミが私に相談を持ちかけてきた。ねえ、私たちって付き合った日から色々と一緒だったじゃない。だから考えたんだけど。ああ、子供ね。ああ、分かっちゃうか。ハルミが何考えてるかくらい分かるよ。双子だから？双子じゃなくてもだよ。ハルミは同時に妊娠することを望んでいた。それはまあ私もなんだけど、先月はこの日に排卵痛があったけど、ヒロミは？私は排卵痛ないから分かんないんだよね。双子でも違うところはあるもんだね。でもこの日に来たから多分この辺。一緒に妊娠するために私たちは何度も話し合って計算した。片方だけが妊娠することだって大いにあったから、カナタ兄弟にも当然相談した。じゃあ今月はこの辺りは避けなきゃダメってことだな。俺たちも協力するよ。そして1年が経過しようとしていた頃、どうだった？してた？してたよヒロミ、やった！で、私は切迫流産だからまだ安心できないけどね。ついに私たちは同時に妊娠することに成功した。おめでとうございます。可愛い女の子ですよヒロミ。おめでとう。ヒロミ、ありがとう。お疲れ様。臨月なのに来てくれてありがとう。彼方もありがとう。さすがに出産日は一緒じゃなかったけど、そこはこだわらなかった。
すごいね、ママじゃないってわかるんだね。まだ目が見えてないから他に何か感じるものがあるのかもね。あれから私たちはずっと仲良し、今は一緒の家に住む計画を立ててる。双子依存とか批判を受けることもあるけど、でも私たちが幸せなんだからそれでいいよね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。はっはっは。